はいどうも、孫さんチャンネル、孫さんです。ということで、今回はロードバイクってどこで買えばいいのかというお話をちょっとしたいと思います。まあ、2代目、3代目とかを買う方はもう行きつけのお店があるかもしれませんが、初めての方っていうのはね、こういうのが欲しいなっていう指針はなんとなく定まっていても、一体どこで買ったらいいのかっていうのがちょっとわからない可能性がありますので、今回は私の個人的なおすすめ、買う場所3つをお話ししたいと思います。1つ目は、大手自転車チェーン店です。ただし条件というのが、ロードバイクやクロスバイクを専門的に扱っている、または特設コーナーとかがちゃんとあるチェーン店とさせていただきます。有名なところで言うとワイズロードさんであったり、サイクルショップの朝日さんなどになりますね。チェーン店のいいところは、いろんなメーカーのバイクを結構量を置いてくれているというところですね。なので、なんとなくエンデュランスロードをこのぐらいの金額で買いたいというようなイメージが固まっているけど、どこのメーカーにしようかというところまでは決めかねているという方は、まあ、どちらかというとチェーン店に行って、いろんなメーカーのものを比べて、お話聞いてみて決めてしまうというのがいいかなと思います。あといいところは、自転車のパーツであったり、グッズ、必要なものですね。ヘルメットであったり、ライトであったり、あと鍵、いっぱい品揃えがありますので、まあ、自転車本体もそうですけれども、必要なものも一気に揃うというのがありますので、大手チェーン店ではやはりおすすめになりますね。二つ目は、メーカー直営店です。メーカー直営店っていうのは、まあ、例えば、ビアンキとかね、あとキャノンデールとか、そのメーカーの直属のお店ということになります。なのでビアンキのメーカー直営店の場合はもうビアンキのバイクしか置いてません。逆に言うとビアンキの自転車はいっぱい置いてあるので、まあ好きなメーカーのいろんな種類の自転車を見ることができるし、話も聞くことができるというところはありますね。店員さんもそのメーカーのことに関してはとかくこう知識が尖っているので、一歩こう踏み込んだような、このメーカーに対して踏み込んだような情報も聞くことができるので、このメーカーの自転車を私は欲しいんだというふうにもう絞っている方はメーカー直営店に行ってしまうのもいいのかなと思います。ただメーカー直営店は結構大きなデメリットがあるんですね。というのが、都心にしかないという可能性が高いです。まあ、ロードバイクとかクロスバイクがね、もっと世の中に普及して、もっとファンが増えて、もっと需要が高まれば、もしかしたら細かいところにもね、直営店というのができるようになるかもしれないので、みんなでこうアピールしていきましょう、ロードバイクいいよっていうのを。3つ目なんですが、これはちょっと賛否両論というか、意見が違うところもあるかもしれませんが、個人的には中古のチャリ屋さんです。ただこれもロードバイクをちゃんと専門的に扱っている中古のところを限定させていただくんですが、有名なところで言うとサイクルパラダイスとかバイチャリっていうところですね。中古のいいところ、メリットっていうのはとにかく安いです。中古は基本的に誰かが乗ってたやつを売りに来て整備をし直して、次に安全に乗れる状態にしてから売るという流れになるので、まあ中古なので値段が下がるのは当たり前なんですが、最新のものがどうしてもいいんだという方にはちょっと不向きかなとは思うんですが、こうお金があんまりなくて資金は抑えたいんだけど、できればいいものに乗りたいという方は中古の自転車屋さんというのは結構いいと私は思います。私の友人で、コルナゴ、ヨーロッパ圏のもうね有名メーカーですね、あのコルナゴの自転車で、ちょっと型は確かに古いんですけれども、元値30万ぐらいしたロードバイクを8万で買ったというね、すごい稀なケースもありました。なので、中古だからうーんって思わずに、まあ、ちょっと視野に入れてみても幸せなのかなとは思います。他にも通販で買うっていう方法も確かにあるんですね。ただ私はこれはあまりおすすめしないのが、通販っていうのはやはり現物を見て選ぶことができないので、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、フィーリングがこう合わない可能性があるんですね。あとはサイズ感であったり、フィッティングっていうことを店員さんにしてもらえるわけではないので、多少のやはり知識が必要になります。特にこの完成状態で送られてくることはほとんどないので、多少自分でこう組まないといけないんですね。そういうところも含めて初心者の方が通販で買うというのはあまりおすすめはしません。もう一つ、個人経営店っていうのがありますね。あのちっちゃい、自転車屋さんです。もう街でずっとやってるよっていうような、おじいちゃんとかね、やってるようなとこなんですけれども、
ロードバイクをちゃんと扱っている個人店結構あります。ただ、ちょっと敷居を高く感じてしまうんですね。まあそれほど大きくもない店内にいっぱいこうロードバイクが置いてあって、奥に、おじさんがこう座ってこう難しい顔をしているみたいな店っていうのはやっぱちょっと入りづらいじゃないですか。でちょっとこう外からふーんって見てたら、もう超ロードバイク何十年もやってますみたいなベテランの人とかが入っていって、わーって楽しく喋ってる、ここ一元さんお断りなのかなみたいな感じがしちゃうんですけれども、実際入ってみるとそんなことは全然ないです。私もこのロードバイクは個人経営店のようなところで買ったんですが、すごいいい方々でした、店員さんが。なので、まあ、敷居がちょっと高く感じてしまうかもしれませんが、個人経営店っていうのもね、近くにあればちょっと見てみてもいいかなとは思います。ということで、今回どこでロードバイクを買ったらいいのかっていうのをざっくりと平たくちょっとお話をさせていただいたんですけれども、まあ他にもね、メリットデメリットはいっぱいあるとは思います。ただまあどこで買おうかなって迷ったら、ちょっとこの動画を思い出していただいて、近くにチェーン店があるのか、それとも、メーカー直営店があるのか、中古ショップがあるのかとかね、まあ、自分の一番近くで適した買える場所があるかとか照らし合わせていただいて、検討していただければと思います。初めて買う方がね、いい店でいいチャリンコを見つけれることを私は祈っております。くらいかな。うん、以上。ではまたお会いしましょう。バイバイ。